えっとね、サワラ釣りに行くんでね、週末5日後か、サワラをね、釣りに行く予定になってますんで、ちょっとサワラを、巨サワラを釣るために、みんな、サワラってわかるかなサワラ。わかる。サゴシが大きくなるとサワラになるんですよ。でサワラが小さくなるとね、サゴシになる。 だからそういう青物だね。で、今の時期あの名古屋港でやるんだけども、名古屋でも青物釣れるんですよ。愛知県名古屋であんまり魚釣りのイメージないでしょ。だから名古屋港からちょっと四日市方面行ったりね。あの寺橋方面、静岡方面行ったり、結構今青物がいて、毎年12月の上旬ぐらいまで青物が。えー 釣れるとでショアでやる、ね。ショアでやるのはちょっと難しいんで、で自分たちはオフショアいわゆる船、ボートに乗って、その油を撃つっていう形の釣りなんですけど、釣れる可能性は5割。うん、3割かな。ぐらい、うん。3割ぐらいかな。でも、あの坊主もあるんですけど、状況があるんで。 状況良ければバッと釣れる可能性高いんですけど、やっぱ釣れづらいタイミングとか、やっぱ自然が相手ですから釣れないこともあるんですけど、まあサワラをね、去年初めて釣って、まあ去年80オーバー90ぐらいの釣ったんですけど、えっと目標は1メートルの巨サワラね。で、またサワラがね、めちゃくちゃ美味しいんですよ。この時期は結構なんかね、脂が乗ってて、本当に1本数万円で取引されてるような、 朝市でね、卸売りで、この時期のサワラ、えー、名古屋港のサワラって、めっちゃ高額で取引されるぐらい美味しいというところでね、釣って楽しくて、食べて美味しいというね、その巨サワラを釣りに行こうと思ってます。自分の名前こういう感じなんでね。あ、ちなみにこれ、150万円の家です。中古の住宅買いました。 この家の紹介しようかな。ね築60年。60年ぐらいの58年ぐらいか。こういう中古住宅をね、私150万円で購入して、そういうとこに住んでます。自宅紹介ね。こんな感じ。幽霊屋敷って形でね、人が寄り付かないような。もう人が怖がっちゃって、これ見て。お化けが出るんじゃないかって言って、人寄り付かないんで安く買えるんですよ。 で自分もともとね、超貧乏人で、土下チなんでね。まあこういう150万円の家を買っちゃえば田舎でね。都会行くと高いじゃん、家が。ね。1ヶ月の家賃が8万だ、言うて。1年半で家買えちゃうよ。田舎これは。なんで僕がおすすめしてるのは、高橋と田舎暮らしね。家が150万円で買える時代、田舎に行けば。 ま、車がないとちょっと無理な田舎なんですけど、歩きだとちょっと無理だな。歩いて行ったら駅まで40分かかるぞ。50分かかるかも。車だったらね、10分で駅まで行けるんですけど、というようなど田舎に住んでます。ということで、ちょっとね、もう久しぶりにちょっと釣り熱が少しずつ、あのー、一時釣り半年やめたりしてて、まあ、あのー、仕事に集中したりね、もう釣りとかプライベート全部捨てて、あのー、 ずっと仕事をしたりしてたんですけど、まあ、ちょっと余裕も出てきたので、釣りをね、再開できることになりました。まあ、一応私こう見えて一応会社を経営してて、で、会社がずっとちょっと赤字になっちゃっててね、この一年ぐらいか、うん、ずっと赤字で、えー、っと、毎月会社の収益がマイナス150万とか、そんな感じだったんですよ。 で、それをずっと1年ぐらい来たもんだから、ね、本当にマイナス1千万、一5 0 0万とかになっちゃって、やべえなってことで、仕事しかできなかったんですよ、この1年、ほぼ。ずーっと、毎日仕事ですよ。大変ですよ、経営者は。うんということで、ぐっとね、業績が、会社の業績が回復してきて、えー、いきなりね、ぐーっと伸びてきたんで、売り上げが。まあ、ようやくね、ちょっと、趣味の動画、ちょっとあれなんですけど、まあ、釣りの動画、 まったりできる時間を作れるかなと。これもね、去年買ったんですよ。うんこれ8ヶ月ぐらい前に買って、一回も使ってないんですけど、300XG の LH。これ軽かったかなで、300で、海用で一応買ったつもりなんですけど、軽かったコンクエストの MD ですね。モンスタードライブ系の。で、これで釣りに行こうかなと思うんですけど、まあ、これちょっと今回使うのやめときます。で、僕の普段の仕事。 言っときます。スパイダーメンです。えっと、まあ、皆さん知らないと思うんですけど、まあ、普段自分はスパイダーマンにやってます。これが仕事です。このお面を被って、こういうコミカルな動きでね、やるっていう、一応職業役者としてやってますんでね。やっぱ田舎に住むのいいでしょう。この家マジで安くないあのね、家ってね、 地区多分ね、30年超えるとね、ほぼ無価値になるのよ。まあマンションとかわかんないけど、こういう家はね、30年、35年ぐらい経つと0円になるんだよ。で、あと土地代だけみたいな。で、土地代だけで売ってたっていう。で150万円の家です、これ。ここはね、うん。やっぱ皆さん持つべきものは家ですよ。こういうのは珍しいでしょ。これ、地区何年かはもう50年ぐらいかな。 これ衝動が多いんでね楽天とかアマゾンで見つけたらガンガン買っちゃうっていう納税したつもりでねこれアブガルシアのがるね納税したつもりで衝動買いは多いっすさわらなんでね結局さわらに関してうんまあこれはシーバスまあーバスもやるかもしんないんでねもしさわら調子悪かったら 中古ルアーのこのジャークソニックとか、これね、ソーランヘビーミノー。これでサワラ全然釣れますよ。あ、これで行こうかな。ヘビーミノー。こんなんで釣れます。でも、ハマウが結構調子いいんでね、ソフトベイトで、食いがいいんですよ。で、なんだ、青物今まで何回行ったのかな。まだ10回ぐらいしか青物釣り行ったことないんですけど、ボートで。 こういうなんていういなてのかなサゴシルアーよりも浜王の方がなんか食いがいいねもちろんこれでも釣れるんだよまあ基本ナブラ打ちの反射食いなんで、まあ、キャスト制度とか問われるんですけどなんかまあ10回っていう少ない経験の中だとこのサゴシルアーもいいけど浜王の方が食いがいいねなんか追い食いしてくるイメージねこういうサワラッシュとかいろんなルアーがありますけど なんでどうしようかな今回のツール。浜王。ねえ、これは何これはサゴシだね。この辺も一応持ってって、あと、ただ僕はいかんせん浜王が好きなんですよ。これもいいね、島の。これもソーランね、ソーランヘビミの、はい、こんな感じ。僕思うんですよ。 あの契約するあの僕大谷翔平さんにいつも、ね、失礼なんですけど文句言ってて100億円稼いだら例えば今年100億円稼いだら貯金は3割までって思ってるんですよ自分が稼いだ収入の貯金していいのは3割までじゃあ残りの7割は使わないといけないでこれが他人に対する配慮ですね例えば僕が年収1億だったとしましまょう そしたら貯金していいのは3000万。残りの7000万円は全部使いましょうと。だから収入が1億円入ったら、例えば今年ね、1億円会社に売り上げがあったら、1億円のうちの7割を使い切る。ね。使、いろいろ買えばいいんです。で、残りの3割を3000万を貯金。で、その3000万に対してでも税金かかるから、 えー、3000万だと1000万ぐらい税金なのかな。2000万貯金するみたいな。そういう感じが僕は社会奉仕だと思ってて、お金を稼いだ人が貯め込むことによって経済が停滞する説っていうのを僕は解いてるんですね。なんで自分は大谷さんに対しては、あのー、ね、あのー、しょっちゅうネットで言うんですけど、貯金はダメよって。納税しなさいと。100億今年稼いだら、ね、30億貯金して70億をみんなにあげよって。 それ言ってるわけ。うん。ってことで、まあちょっと話飛んだんだけど、ちょっとやるか。本当に今年釣り行ってないんでね、全部で10回ぐらいしか釣りしてないから。もう常にね、仕事に追われてて。何これ。やべえの出てきた。これはやべえな。ちょっとこれ整理してないからな。<laughs> 埋もれてる。 これ,は <laughs> これやばいだろ。ちょっといかに釣りしてないか分かるでしょう。だいたい僕ね、あのー、1個のルアーばっか使っちゃうんですよ。で、他の使わなくなって、この辺使ってないね、最近。うん。あ、これとかね。かっこいいね。えメタニウム DC、はい。え、これ15メタニウム DC か、これ。え、よくわかんねえ。15じゃねえの。 いろいろ持ってるな、俺。あ、これメタニウムか。あ、SLX だ。ねとか、これとか。これ。これ覚えてるうちに毛ガニおじさんてるちゃんでいたでしょで、てるちゃんと一緒に釣り行った時、たまたまこれ持ってったのよ。そしたら80オーバーの85センチぐらいのもうマジの巨大な鯉が釣れて、 90あったかもなぁ。ちょっとメジャーなが85は超えてた。マジででけえ。恋が連れて格闘した。その時の糸だね、これ。軽かった軽かったシリーズいいっすよね。僕も軽かったシリーズ結構好きなんで、集めて。まあちょっとこの辺は使ってないんで、あれなんですけど。ね。こうやって、溺れないように。実は僕もね、 普段あの YouTuber って今バスリー YouTuber はなんだ溺れちゃいけないから腰とかにライフジャケットつけるじゃないですかまあ強制じゃないんですけどまあライフジャケットはつけた方がいいよねっていうのもあるんだけど水難事故マジでやばいんでみんな要注意だよで必ず海にあのボート乗る時はまず気をつけなきゃいけないことはこれライフジャケットつけてても本当に危ないからね海は。 今の時期だったら寒さで例えば沖の方で海が転覆しちゃったら正直マジで9割方やばいからなんでかっていうと冷たい水の中に人間って20分30分行ったら低体温症になってやばいことになるうんなのでただでさえやばいけど絶対に安全重視でね皆さんもこういう自分に合ったでできればこういうのがいいですねこれ。 この星がついてるんですよ。<laughs> これって。浮力。で、これをかっこ悪いって言うんですよ、みんな。で、俺、このかっこ悪いのが好きで、この黄色いライフジャケットが一番安全率が高いんじゃねえか、説。腰に巻いてるやつは膨らむけど、ちょっと安定しない。なので、えっと、この浮力が高いライフジャケットみんなもつけた方が安全。いわゆる桜マークっていうのがあって、 この日本のね国が定めた基準に適合しているのかどうか、えー、そういうのを皆さんこれ絶対これつけてくださいね安全第一なんでそれからやっぱりね釣りをするにあたって一番重要なのはサングラスあの、まあ、この動画見てね素人さんが初めて海釣り行きましたってレジャーフィッシングで行って事故が多いのはこういう針が 目に刺さったら失明します。マジで。こんなんが目にぐっすりぶっ刺さったら、失明するんで、これね。なので、釣りするときは、必ず皆さん、防護メガネをつけてください。特にお子さんとかね。マジでやばいんで。こんなんね、手とか頭とか、まあ、首筋ちょっとやばいけど、まあ、急所以外だったら、まあ、病院行けばすぐ治るのよ。軽症なのよ。もうこんな指がね、 これ指貫通してね、取れなくなって、泣きながら病院行ってね、あの、肝疫手術でね、取ってもらったり、これぶっ刺さったら取れねえからね、ぐっつり。本当に俺、指、親指貫通して、もう針がね、この、7割ぐらい肉に入っちゃって、びくともしないってって、泣きながら病院って取ってもらったって、それ軽症なんだけど、目に刺さったら失明しちゃうんで、ね、素人さんに言いたいのは、あの、素人さん連れて行くときは、必ず防護メガネね、つけてください。 で、目に刺さったらもう人生が、目が潰れちゃったらね、人生狭くなっちゃうんで、目を防護する。防護メガネは本当に釣りやる初心者の人はね、絶対それは重要。防護メガネとライフジャケットね。特に、まあ海釣り行くとき、もう川も危ない。もうライフジャケット必須です。ちょっと釣り行く前にタックルボックスの整理とかしとこう。整理整頓ができないと時間の無駄。これはバスと海が混じっとるね。 あ前回これでやったんでですよ、うん、これでいいね、正直。これは、あの、浜尾っていうルアーなんですけど、ソフトベイトルアー。うん。これ結構、海ですごい釣れます。で、これ琵琶湖でこれ使うと根がかりが多すぎておすすめしないです。これで出ばも釣れるんですよ。今年これで40ぐらいの釣ったのかな、一回。で、50アップもばらしたんでね、これで。 52 50 2 5前半だと思うけどそれ足元でばらしたぐらい釣れるんだけどこれやっぱりちょっと根がかりしやすいので琵琶湖ではおすすめしないですねでこういうねおちんちみたいな <laughs> やばいやつこれもね結構バスは釣れるらしいですで先日ね琵琶湖ちょっと行ったんだけどシズミムシが結構今入れ食いになってるみたいですねだからシズミムシ持っていけば 本当に坊主はないなっていう。でかいバスが必ず釣れるっていうのが今の琵琶湖の状況ですね。これちょっと錆びてるな、これ。サワラッシュ。これ1年前のだから。大丈夫か、これ。<laughs> これはね、2週間前に使ったばっかりなんで、錆びてないけど。中間時感じでちょっと、上をメンテしながら、近々、えー。多分釣れるのは、ブリとサワラ。で、問題はサイズなんですよ。 あちなみに僕、あの、サワラダービーっていう青物ダービーの大会に出場してて、エントリーしてるんでね、私。えー、で、前回は、えー、6キロ。6キロのブリ釣れたんだけど、6キロじゃ全然、もう最下位クラスなんで、もうちょっとでかい、7キロ、8キロ。で、今、何キロだったかなブリの青物ダービーで8キロ、8.8キロが1位じゃないかな。なんで、1匹の記録なんで、ね、それを塗り替えちゃうかもしれないんだよ。自分が。 で、それやって自分が9キロ以上のブリを釣ったら、青物ダービーで1位になっちゃうんで、うん、という感じで。で、サワラもね、ちょっとメーター級が今、来てるらしいんで、本当に。えー、でも、もうそろそろね、12月上旬で青物終わるらしいんで、この愛知県界隈だとね、なんでちょっと次がラストチャンスって感じで、えー、釣りにね、レジャーフィッシング行ってこようと思います。ということで、皆さん、また。